どうもこんにちは。アラニウムの続きをやっていこうと思います。前回は TUT の10までやりました。ここで係数分が出てきました。で、係数分使うと、もともとこういうふうに、関数の頭で引数のとこで、パターンマッチをしていたものを一つにまとめて、でここでパターンマッチしないで受け取った後に係数分でパターンマッチするっていう書き方もできると。まあどっちを使うかは好みだと思うんですけど、まあこういう書き方もあるよということでした。で、ここですね、ここをちょっと翻訳してみると、一つ大事なことが書いてありました。係数分と F 分ですね、戻り値がある場合、つまり上の場合では、これかこれですね、これかこれの場合は、係数自体が戻りを返すというようなことが多分書いてあります。つまり係数も if も式になっているということですね。普通、C 言語とかだと if a イコールイコール10だったら、こうか、括弧があって、こんな感じで else で、これが関数の中だったら、ここでここは、20返して、こっちは10みたいなね、戻り値をちゃんとリターンしてあげる必要があるんですけど、コトリンとかかな、コトリンとかだと、これが確かこんな感じで、式が、if が式になってるんで、評価した最後のものがそのまま返ると。Ruby も似たような感じですけど、最後に評価したものが返るので、if 式だとこんな感じで、簡単に書けると。これ、TypeScript にも来てほしいんですけど、まあ、来る気配はないですね。はい。切望してる機能の一つです。私が勝手に。はい。で、次はこの TT11 ですね。で、ガードを使って、ガード区使ってなんかゴニョゴニョできるらしいので、その辺の機能を説明すると言ってます。はい。昨日動画のコメントで、コメントじゃないや、概要欄にちょこっと書いたんですけど、この流れですね、流れというか、このチュートリアルですね、すごくよくできてて、欲しいな、実際作る時になって、あれどうやんだろうなっていう、って思う機能が大体網羅されてるので、すごく、わかりやすいというか、ちゃんとステップバイステップでどんどん難しくなっていくし、最低限、必要最低限の最低限が素晴らしく、いい感じですね。はい。TUT11ERL。Elm はなんか足りてないって感じがしたんですけど、これは素晴らしいです。なんか本当に本買わずにこれだけ、本当に写経したらいいんじゃないかっていうレベルですね。マンスレムス2ですね。はい。で、イヤーとマンスを受け取ります。はい。で、そうだ。これから先の話なんです。今、シーケンシャルプログラミングって言って、本当に基礎の基礎をやってるところで、その後、コンカレントプログラミングっていうので、Rランらしい書き方っていうのが多分出てくると思います。メッセージをこうやり取りして、プロセスっていうちっちゃい、一般に言われるプロセスじゃなくて、もっとちっちゃいプロセスなんですけど、まあ、スレッドみたいなやつを立ち上げて、それの間でこうやり取りをして、プログラム、処理を実行していくっていうのが、本来の、Rランの正しい使い方っぽいので、その辺のやつがこの辺で出てくるはずです。その後、もうちょっと難しい話で、OTP っていう、オープンテレコムプラットフォームっていう、プラットフォームじゃなくて、これはフレームワークなんですけど、そのフレームワークを使った、作り方っていうのをやりたくて、でその中で多分 Mnesia っていうなんか Rランのデータベースみたいなのがあるんですけど、それが多分出てくるので、その辺までやるとだいたい Rラン理解したなっていうことになると思うので、ちょっとそこまで頑張ってやっていこうと思っています。はい。で、続きですね。はい。これコメントはちょっと書かないです。コメントはパーセントなんですね。初めて知ったわ。はい。リープっていうのに、これはウルード氏を求めるやつですかね。ウルード氏なのか分かんないけど、 if でトランクという、これは何なんだろうね。 400×400 イコールイヤーというのをやると。なるほど、リープですと。
トランクは割った余りですかね。100×100=割り切れるかどうかをこれで判断してますね。400で割り切れれば、リープなんですけど、100で割り切れたときは、ノットリープになる、ウルドシュじゃないので、これはどういうことだろうな。400で割り切れてもここで抜けないってことなのかな。400で割り切れたら必ず、あ、そっか、必ずリープか。で、100で割り切れるときは、ウルード氏じゃないと。で、4で割り切れるときはウルード氏なので、100で割り切れなくて4で割り切れたときはウルード氏か。そういうことですね。はい、リープですと。で、トゥルーで、次はノットリープですね。エンドと。はい。で、ケースが入ります。ここはまた別の話ですね。ケースオブで。よいしょ。これが、セップが30。エイプリルだったら、30と。セプテンバーか。ジューンでも30で。ノーベンバーですね。30ですと。これはそれぞれの日ですね。フェブか、ウェンか、リープ。あ、フェブラリーの時は、ここでガード君が入るんですね。リープだったら29と。なるほど。で、これ2月ですね。2月は基本的には28なんだけど、ウルード氏の時だけ違うよというのはここで表現できてます。ジャンが31、これデフォルト的な書き方はないんですかね。もう他は全部31でいいんですけど、まあいいでしょう。オーガストが31、オクトーバーが31で、ディセンバーが31で、エンドですね。はい、これでいいと。で、コンパイルを押してみます。エラーですね。ノーモジュールデファインド、どっか間違えたな。マンスレングス、スラニエクスポート、イヤーマンス、あ、これか。4で、はい、これが間違ってる。これか。C ね。はい。OKOK。これでいいと。まあ、なんか赤線出たら何かしらのエラーですね。当たり前だけど。はい。で、これで、28。あ、28だな。あれ ?29 だな。これ。正解は。どっか間違えてますね。実行時、エラーにもなってくれないのは怖いですね。イヤーが400割って、
トランク400かけてイヤーだと、リープだと。イヤーが100で割れて、100でかけてイヤーだと、ノットリープだと。イヤーが4で割れて、4でかけてイヤーだと、リープだと。トゥルーでノットリープ、合ってるな。ウェン、リープ、あー、29、フェブラリー28、あってそうですけどね。あってそうなんですけど、何かが違うんだろうなあ。28になっちゃうな。もう一回見るぞ。ハンス、リープで、イフ、トランク、イヤー割る400、かける400、イコールイコールイヤー、リープですと。イヤー割る100、かける100は、イヤーだと。ノットリープ。イヤー割る4かける4はイヤーリープですと。トゥルーでノットリープと。一旦ここで IO フォーマット小だったっけかな、リープを出してみましょうか。リープだって言ってるのに28が返るということですね。リープだったら、うん、間違えてる。これか。はい、大失敗。いやー、はい、29出ました。このウェンクはいらないですね。はい、 OK。 いやー、これやっぱりアトムのミスっていうのは怖いですね。アトムのタイプは全然わかんない。はい、続きまして28になって、オーガストは31だというふうに出ます。はい、次からビルトインファンクションズ入っていきます。なんかこの辺からちょっとまた話が変わってくるっぽいので、あ、これはトランクの話か。ここだけやろうかな。じゃあトランクの後になんかまた特殊なのがあったっぽいので、そこは次回に持っていきたいんですけど、ビルドインファンクションですね、 BIF は。Rで実装できない効率が低すぎる機能を実装しているということですね。Rも万能ではないということでしょうか。はい、で、ここで、トランクっていうのは、そういうことか。あまりというか、イントに強制的に変換する機能か。はい、イントに強制的に変換する機能ですね。はい、で、これで、余りが出てるかどうかっていうのを確認してますよということですね。はい、で、ガード説がフェブにありましたと。まあ、この話だけだったんですね、必要なのは。はい。まあ、そういうのがありますと。で、ここはもう説明なんでいいとして、レムっていうのが別にあって、これで、余りが出せますよということですね。これがビルドインファンクションなのかな。あ、 R&N 演算子にレムっていうのがありますと。
あ、なるほど。これがあまりを求めるものなので、いや、レムか。あ、なるほど。はい。まあ、こういうのもありますということですかね。はい。で、BIF が、の話で、あ、ガードで自分で手にした関数使うことができないので、一番最初にガード区作った時に、マクロ使ってたと思うんですけど、マクロみたいなやつで、やってあげる必要があるっていうことだと思いますね。はい。で、こんなのが、BIF で提供されてますと。アトムかどうか、タプルかどうか。あ、タプルかこれ。レコードって言ったけど。タプルか。タプルかどうか、フロートかどうか、レングスがいくつか、ラウンド、トランクとかがありますと。で、アトムトゥーリストとか、リストトゥーアトムとか、なんかいろいろありますということですね。はい。まあ、この辺は、どっかのリストがあると思うので、そちらを見てください。はい。で、ここからハイオーダーファンクションズっていうのがよくわかんないのがあるので、ここから次回またやっていこうと思います。ということで、今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。